潜った壊れちゃったんだけど、やばくね？大丈夫そう？やばくない？待って、一回さよなら。はい、かたみきちゃんです。今回はゴロン族の方行こうかなと思ってたんですけど、探索をしていたらですね、メインチャレンジ新しいのを見つけてしまいまして、ちょっとこれ気になるのでこれを先にやろうかなと思います。で、それが太古よりの導きっていうので、最初からあったね、このフィローレの上にあるこの雲の中に突入していったらですね、どうかそれを光の差し示す先へっていうのが始まりましたんで、これやります。で、そのどうかそれをっていうのは、これがそれなんですけど、これを持っていって光の方へっていう、まさかメインチャレンジこんなとこにあるとは思いませんでした。で、なんかこの辺にね、いろいろアイテムあるんで、この辺のアイテム使っていこうと思いますが、暗すぎて何も見えない。よし、これでいけ。あ、バッテリーつければよかったかもしれない。結構遠いぞ。こんな時のためにこれ使いましょう。無制限。オッケー。ギュッと。よし。こんだけやれば、あ、いけそういけそう。来たよー。つける。お、できたできた。なんだこれ。フクロウだ。開くんだ。お、まだ持っていくんだ。さらに何も言わずともピンクが持ち上げてる。あ、まだ先。あ、でもすぐそこだ。地底行くの、このまま。なんか地底に行きそう。リンクも、あ、なんだこれはって感じ。何が始まるんでしょう。連れてかれる。お、そう、天からの声。あ、こんな感じでね、これを持っていけって。ゼルダを守りし、この声ってミネル。早く、一刻も早く、私たちは出会わなければなりません。なんかミネルっぽい。この前、ちょうどこの前の動画で見たこんな声だったような。してきた。さらに光差し示してます。これって、トレーラーで浮き出てたあのゴーレムじゃねっていう、こっちの画角からブヨーンって出てたやつじゃね。うわ、見覚えが、ここでできるってこと？ほい。あ、ちょ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 。こうかな。あ、はまった。お。リンク、ゼルダを守りし騎士よ。はい。私の名はミネル。あ、出た。魂の剣じゃ。そうだよね。あなたがここに来てくれたおかげで、やっとお話しすることができます。そう、魂の力がどうの、なんなのと思ったんだよね。魂だけの存在。そう、プレアパッドにさ、新たな拠り代がなければ。あなたと真にまみえることができません。で、しかもさ、これ見るとパーツがあって4つある。ここより見える4つの蔵。4つの蔵取ってこいか。はっ。そのすべてをめぐり、我がより城を作り上げてほしいのです。
だね、4つはまりそうだもんね。どうかお願いします、リンク。ゼルダを守りし騎士よ。行ってみよう。はめるんだ。オッケー。はい、1個目来ました。あ、右足って書いてあるわ。右足の蔵、こんな感じ。ある手のやつが。降りてきた。ん？お、しまった。ん？あ、一緒に行くってことかな？あれを持ってくってこと？あ、なんかそんな気がしてきた。あのパーツ持って行けばいいのかな？そう、持ってけばいいのか。多分。はい。あ、動いちゃった。ああ。あ、こうやって行ったら行くの？こうやって行けば行けそう。これでどうでしょう。これでいけそう。よし、来た来た。あ、で、これでも飛んでいけばいいや。よし、よっ、おひろー。よし、オッケー。大きな事故にはなってません。はい、1個、右足らしい。え、あ、壊れた。すごい。あ、しかも共鳴してる。ここだよって。よし。我がパーツはあと3つ。まず1つ。残りの3つもお願いします、リンク。はーい。右左足。あ、それで入り口が閉まるってことか。次はロケット使ってく。おお、ちゃんと前に飛び出すようにしてくれて。で、次は角度つけて飛ばせと。あー、ちょっと足りない。よし、オッケー。回収回収。で、でも、ここから外に運んじゃっていいのかな？なんかあるけど。なんかまだあるけど。よし、これ、この隙間から。オッケー、はい。で、ついでにこの台車一緒に行けばいいんだ。ちょっと早く行けると。と、このロケット使って。はい、会社置いて帰っちゃう。もういいや。ぴったりぴったり。また一つパーツが揃いました。残るは二つ。三つ目、左腕。今タイヤ使うな。でかいね、やっぱり左腕。で、何これ。お、開いた。お、通れる。こんな仕掛けになるんだ、このタイヤ使うと。なるほど。溶岩の上通る？走るかな？走るわ。オッケー。いいね。で、次はこっちに行けばいいか。これ横向きにしたら開けるか。この向きのタイヤで行く。こっち向きで。はまった。これでいけるんじゃない？あ、いいね。なんか気持ちがいいですね。ぴったりで。続いて。あ、で、また最後タイヤをつけろと。あ、あ、え、え、え、バグった、バグった。バグった。バグった。つけ方わかんねえと思って、なんかやってたらバグっちゃった。え、え、あ、
壊れちゃったんだけど。どうしよう。じゃあこれをこのタイミングで行くしかもうない。無理やり行け。やばい。潜って通れなくなっちゃう。閉まっちゃう。通れない。もう一回行って。よし。すごくない？いろいろ。大丈夫そう。鎖が潜ってる。よし。はい、戻ってきた。よし、来たよ。あと一つです。よし、あと一つです。はい。もうすぐ依代の体が完成します。はーい。はい、四つ目。右腕。あ、またなんかタイヤついてる。あ、ここに乗せればいいのかな。はい。ベルトコンベアみたい。ピンクも乗せてもらおう。すごいね、こんなことにもできるの。そんなの。ビリビリしてますけど。あ、この向きでタイヤをやればいいのか。お、これいけそう。これでどう。ピーン。あ、いったんじゃない。オッケー。これあとはあっちに運ぶ感じ。よし、これで行きまーす。はい、来た。来たよ。最後の一個。あ、で、これで見たことある映像でゴーレムが浮き出てくる感じ？これだ。きっとそう。あ、これだ、これだ。ここだったんだね。これ何、魂でってこと？あ、でも確かに、クローボットに込めた。あれに見える。賢者だったから、こうやって、話しかけてたんだ。最後に必要なものが。まだある。あと一つだけあります。はい。それは我が魂の秘跡。そんなもんないですけど、あるのかな。あ、どっかから拾ってこいと。この場所に秘跡があります。ここに私を連れて行ってください。それは乗せていけますか。どうやって。道中はとても危険です。あなたが組み上げてくれたよりしろ。はい。ゴーレムには。秘めたる力が。あそこへ行けば分かるはずです。遠いのか。ああ、なんかいろいろ作っていけって。どうか私を秘跡のもとへ連れて行ってください。はあ、ゴーレムを操縦できるのこれ。え、背中に乗れってやってる。ああ、乗れる。そんなことできるの？行くぞ。ガード。すげえ。ロボットじゃん。背中？つける。あ！はあ、なるほど。で、いろいろつけていこう。はい。縦にしてみたり。へえ。おお。はい。つけるの難しいんだけど。はい。で、背中をじゃあ守る。あ、背中を守る。オッケー。弱くね？大丈夫そう？やばくない？待って。一回さよなら。
走れないかな、これ。追いかけられたらちょっと辛いんだけど。なんか、モンスター引き連れてるみたいになってるんだけど。ついてこないでー。燃やせばいいのか。道中の敵全部無視。ここは？あそこね。オッケー。お、これってもしかして、大砲でドッカンドッカンできる。おー、いいね。はい。来たよー。え、ロケットやったら飛べるのかな？うん。池をよじ登ることはできません。あ、やっぱロケットしたらなんかいけそうな雰囲気。ちょっと見よう。これでいけるのかな。飛べるのか、このゴーレム。オッケー。違う。こうじゃない。背中にやったらできるのか。あ、できそう背中でロケット飛べそう。行くぞ。あ、いける！なるほど。あ、魂の神殿？ダンジョンになるの？ここ。まさかの？ぽいぞ。すごい、魂もあるんだね。4つだけなのかと思ったが。やっぱ賢者でね、魂ありますからね、時岡でも。ん？もがもがしいんですけど。あ、ある。もう取れるのかな。なんか取れそうな雰囲気。じゃあ行ってみよう。でもなんかボスなんか戦いそうですよね。うんすごく戦いそう。いけるのか、このフロアで。閉ざされそうだけど。大丈夫、あ、大丈夫はない。やっぱり、なんか出るわ。あの秘石を、防ごうとするガノンのやつがここに。うわ、ゴーレム対ゴーレム。あれ、同じような見た目だ。あれはかつて。私が作ったゴーレム。あの正気、おそらく魔物に乗っ取られています。なるほど。もう奪われしゴーレム。前の神獣みたいだね。魔王の手先となったゴーレムを放置できません。はい、ピンク、共に戦ってください。なんかでかいんですが。行きましょう。必ずここでゴーレムを食い止めます。全然食らってないですね。力づくではあの守りは突破できません。なんだって他の方法を考えましょう。他の方法？周りにあるものはなんか鉄球？全然減ってないなら。今のは効果よ。なるほど、周りにあるものってそういうことか。よし、オッケー、これでこれでいいでしょ。右、左。あ、これなるほどね。パンチパンチ。あー、でももっと隅でやらないと。お、半分。ん？第二形態来た。うわー、手が4本になった。なんかこんなのいたね。スカホに。予備の腕まで起動しました。気をつけて。こっちのゴーレムもそういうのないですか？このままだと一方的にやられてしまいます。こちらも遠くから攻撃できないでしょうか？なんかある？なんかめちゃくちゃいろいろついてるんだけど。物落としてるわ。よしよしよし。
扇風機つけたら飛べるの。あ、動きが速くなるんだ。なるほど。よしよしよし、殴れないんだけど。どっかー、殴れないんだが。オッケー、できたー倒せた。やったー。あ、正気もなくなった。あ、ミニュールだ。え、じゃあこれ、もしかしてリンクの指に一つのかも。お、秘石がゴーレムに。私は誇り高きゾナウ族にして魂の賢者、そしてゼルダの思いを知りあなたに合力する者。おー、ミネル。やっと会えましたね。会えましたね。これどこなんだ。ありがとう、あなたのおかげでこうして秘跡を取り戻すことができました。本来であればあなたがプルアパッドを手にすると同時に私も目覚め、 あのゴーレムに魂を宿して導くつもりが、魔王の魂がね、プルアパッドに入ってたからね。それをあなたは自力で私までたどり着いてくれた。偶然行ってしまいましたでもどうしてあそこに、あそこで封印されてた。あ、で、手の甲ってこと？魂の賢者、ミネルの名において力を授けましょう。さあ、受け取ってください。おお、中指に。じゃあ5本全部使うんだ。私とあなたには深い縁が結ばれました。これからはあのゴーレムに魂を宿し、あなたの力となりましょう。ね、このゴーレム地上でもできる。うん。遥か過去の世界に生きたもの。ある理由により肉体を捨て魂だけの存在となり、今から話すべてを伝えるつもりにプルアパッドの中で眠っていたのです。はいはい。ああ。ゼルダを助けることを知ってたりしない、する？遥かな過去。見ましたよ。前回ね、見たんですよ。うんうん。ハイラルの地で起きた悲劇。そして、遺跡を手にし、時を超えた彼女が、
そう、大いなる、そうだね。あ、これ持ってるのと持ってないので、何？セリフ変わる？あの子の決意を伝えたいのです。これまた違う記憶見れるのでは。神の末裔ゾナウ族は、大いなる英知と共に、天より地上へと降臨しました。うんうん。神の遺産、持つ者の力を倍化させる秘宝、秘跡を携えて。私の弟ラウルは、ゾナウの術をもって民を導き、そこで出会った地上の娘、ソニアと結ばれました。うんうん。ラウルはソニアに一つの秘跡を送り、そして二人は大地に国を起こしました。ラウルが王、ソニアが王妃となった王国の名はハイラル。二人は多くの民と共に繁栄の礎を築いていったのです。しかし突如、悲劇が訪れました。砂漠より現れた邪悪なるもの、ガノンドロフ。ゲルドの頭目ガノンドロフがソニアの命を奪い、彼女の秘跡を手に入れたのです。そうだね、記憶にありました。ガノンドロフは秘跡の力で、あ、このガノンドロフの魔王へと変貌を遂げ、最初の隠れてた世界を襲いました。壁画のところ、ハイラル王国は襲い来る魔物たちと懸命に戦いましたが、邪悪な力に押され窮地に立たされていったのです。ラウルはその状況を打開すべく一つの策を講じました。自分ごと、力ある戦士たちに秘跡を託し、あ、賢者となった彼らと魔王ガノンドロフを倒そうとしたのです。ギルド族もいるし、ゴロもいるし、数に勝るラウルたちは魔王を打ち果たせるはずでした。しかし、あ、魔王の力は想像をはるかに超えて膨れ上がっていました。あ、これ私はその猛攻の前に倒れ、あ、もはや我は勝機はありませんでした。なるほどね。ラウルは、あ、で、このん、うわー、なんて邪悪な、この顔だ、この顔だ。最後の力で、最後の手段を決意したのです。何？あ、もう取り込んだ。お、その慢心が命取りぞ、ガノンドロフ。最後の手段はもうみんなで、でも、あ、最後の何、あの目、あの目の秘密。最後はこうしようっていうのは他の賢者と話したんだ。で、手で、この手で、あー、で、封印。真の像を縛り魔力を奪う、我を封印するつもりか。小賢しい貴様には似合いの技よ。ちょっとでも隙を作ろうってね。侮るな、もとより引く道など持たぬ覚悟。ラウル様。我にとっては万年も瞬きと同じ、何も変わらぬ。万年も瞬きと同じ。悠久の先、貴様を撃つ者が必ず現れる。大魔の剣を持つ剣士リンク、この名を忘れるな。あ、で、最初にお前がリンクかって言って起きたんだ。うわ、しかも万年も瞬きだから、起きた時にもう全然
ガロンドルフにとってはちょっと起きたくらいのすごいミイラ化してたけどね。だから記憶もはっきりリックとラウルとって言うんだ。あーでもラウルはこのまま封印だったけど腕だけにあなっちゃったんだよね。うん、あ、これが封印戦争。かろうじて封印することには成功。私は負傷。あ、遠からず肉体を失う運命。ゼルダが私を訪ねてきたのです。時の神殿であなたの手から消えた。マスターソードは遥かな時を超え、ゼルダの手に渡ってそうだね。これマスターソードないと、ここ来れない。あなたと同じように時を超えてきたと。はい、元いた時代で私は見たのです。このマスターソードが砕けながらも魔王に傷を負わせたところを。あ、なるほど。我らの力がまるで通じなかったあの魔王に。へえ、うん、しかしその剣で何をしようというのです。マスターソードは聖なる力を満たし続けることでより強靭な剣として再生します。またファイちゃんのテーマだった今。確かに再生と強化が可能なのであれば魔王に対する切り札になり得るかもしれない。うん、しかし魔王に対抗できるほどの力を持たせるには長い長い時間が必要でしょう。長い長い。それほど途方もない間聖なる力で満たし続けるなど一体どうやって。それで方法はゼルダが、ああ、まさか。はい、あの術で流感法言ったはずです。あれは禁断の術、人を捨てるということだと。それをあなたは。あ、フィネル様。人には戻れないのですよ。なんとかならないんですか。剣を手にした時確信したのです。うーい、このためにこのためにって。私はマスターソードを復活させリンクに届けたい。そんなー、わかりました。そんな強い思いでね。決意は固いようですね。固いんだね。迷いもなかったと。こたびのことは我らゾナウのおごりが招いたも同然。そんなおごりだって。残された命のすべてをあなたの言う勇者。あ、それでも自分の魂をリンクにかけ最善を尽くしましょう。我が肉体が滅びようと魂の続く限り。ミネルも長い間ずっと。うん、うんうん、語り合いました。準備を整えたのです。ああ、正気に当たったからね。禁断の術を行いました。マスターソードに魔王を打ち果たしハイラに平和をもたらしてくれると信じて、うん、はい、ああ希望の剣とともに。そうだね、そうなんだけど、ゼルダはどうなっちゃうのかが前回からずっと気にしてますけど。おー、そのまんまじゃん。おうおうおう。はい、ミネルのゴーレムがね、手に入るっていうところまで進みましたんで、今回はね、こんなとこにしたいなと思います。バイバーイ。